なんかすげえ音だと思った人は鋭い。あれ鋭い。このでかい生コンクリートトラックが今駐車してたからうるさかった。あー涼しい。いやーなんかすっかり暖かくなって、いや今なんかパーカー着て家から出るまでのその部屋からブーステッドボード乗るまでがパーカーで暑いっていう、そこの問題。当たってましたけど、いや昨日のね、いやなんとか動画上げたけど、いやいろいろまだまだ経験不足が、ちょっと経験値低すぎるなと思って改めて反省したんだけど、松村太郎さんとバスケさんと対談した件もあって、あそこの段差がひどいな、なんかだんだん段差ができてきちゃって、対談をね昨日ちょっと急に松村さんがサンフランシスコ市内に来られてるってことで、しかもなんか取材が近くのオフィスであったっていう あったらしくて、でなんかお昼もし時間あったらどうですかって声をかけていただいたんですけど、でちょうどバスケさんもなんか都合がついたんで、じゃあって言って3人で集まって、サウスパークでランチしたんですけど、まあ突発だからね、もういいかと思いつつも、まあやっぱここは YouTuber 魂を出してインタビューを取らなきゃという気持ちと半々だったんだけど、もうなんか途中でまあいいかなって思い始めたら、松村さんが気を使って寄り切りさん取らなくていいんですかって言ってくれたんで、もうああいう風に声かけてもらうとね、ほんと救われる。よしじゃあつって急に張り切って、じゃあ取りますかっていうこの手に持っていけるんだけど、なんか最初のね一斉をねやっぱりかけるのが非常にね難しいんですよ。まあそういう意味で本当松村さんのおもてなし力というか空気の読める力が素晴らしいんですけど、わなんだこの超でかい犬たちがめっちゃでかいよ全員で、なんかそれで撮り始めたんだけど、実はね GH5 も、GoPro も両方持ってたんだけど、だからカルマグリップ持ってなかったんですけど、それが敗因だったのの一つだったなと思うんだけど、カルマグリップは本当どこでも持ってないとダメですね。GH5 が公園で撮ってたん でしかも GH5 は15mm、刺してたんで、何せ、3人で撮ろうと思うとかなり遠くにねカメラを置かないといけなくて、ちょっとそれ厳しいなと思って、セキュリティ的にも、あとそもそも置く場所がないっていう状況だったん でやっぱそういう時に GoPro の超広角は素晴らしくて、で僕はちょうど3人でこう円卓を囲むように結構距離近い感じで、食べてたんですけど、まあそこで僕が本当に手持ちで、抱えただけでくらいの画角で撮れるから、しかもやっぱ野外屋外で撮ってるからもう素晴らしいですよね。絵も全然問題ない、めっちゃ綺麗に撮れてるし、そしてさなんか僕のこの間のカズさんへのアンサー動画でみんなが肌綺麗って言って褒めてくださるのはすごい嬉しいんだけど、あれ見ると松村さんもバスケさんもすげえ肌綺麗じゃないですか。なんだろうこの、ベイエリア周辺アラフォーおじさん美肌説唱えようかな。なんかミヤンもそう考えたら綺麗だしね、何なんだろうな。でまあ それで撮ってたんですよ。でまあ良かった点は、我ながらスキル上がったなと思った点は音かな。まあ音がね、あれもしかしたらモノラルでなんか左側にしか音が入ってなかったように見えたのは、あれは僕の編集のミスだと思うんだけど、まあ、それもちょっとよろしくないんだけど、
んかあのダヴィンチリゾブの書き出し設定のサウンドをミスってる気がするんだよな、この間から。で、まあそれはしょうがなくはないんだけど、それもまあ一個ミスで次回の改善点なんだけど、ただ音はね、あの野外でかなりうるさいところで、公園のね騒がしいところで撮ってた割には結構撮れてないですか、声がね。あれはもう本当我ながら経験値の向上の賜物だと思ってて、あのピンマイクをよくあの画面見るとピンマイクがあの一番ちっちゃいのスマホ用のゴリラポットにが立ってるんですよ、テーブルの上に。でその上に実はピンマイクがひょこっと乗ってて、で、DR10L のピンマイクをあそこに置いて、上向きにして置いて、まあ、3人の声を1個のマイクで撮ってたんだけど、まあまあ結構聞ける、十分クリアに聞ける感じに撮れたんじゃないかなと個人的には満足して、まあ、ちょっと僕の声が例によってでかい問題はあるんですけど、僕は一番距離に遠くで話してて、あのボリュームを遠いから少し声張らないといけないかなと思って話してたら、意外と十分でかすぎる音に取れてたっていう罠だったんだけど、まあそういうテクニックがだいぶこう培われてきて、この野外で撮るっていうのが本当に昔は苦手っていうか、もう大体あの失敗にしかならなくて、まともなインタビュー撮れなかったんだけど、まあようやく2年ぐらいこういう動画を作り続けてると人間少しは成長するんだなと思って、そこは嬉しかった、そこは良かったんです、いい話なんだ。だけど悪い方は手ぶれね、ちょっと頑張ったんですよ、あれでも GoPro ね、手持ちで俺しかもちょっと油断してたんだよね、GoPro Hero 6だからもう手ぶれ補正が優秀だから余裕だぜって思って、結構雑に片手持ちして2人を捉えてたんですよね、あんまりこう気を使わずに。だけど気づいたら俺今もそうなんですけど、こうドリ散歩撮るときって 4K60 フレームで撮ってんですよ、まあ、最終的な書き出しは30フレームに落としてんですけど、あんまり無駄にフレームレート上げても視聴側の負荷が上がっちゃうんで、うちの環境とかでも60フレームだと結構見れないデバイスとかあったりするから、まあ、ちょっとそこはまだちょっと早いかなと思って、怖いな、 4K60 で撮りつつ、まあ、4K60 で撮るメリットはどちらかというと HEVC のコーデックで撮りたくて、そっちの方がブロックノイズの耐性とか画質の面でもアドバンテージがあるから、まあそれで撮って、でまあカルマグリップ持ってるから手ブレ補正もいらないしっていうことでやってるんですけど、だからそれのせいでその設定のまま、わ、なんだこのミニバス乗り物かわいい、インタビュー臨んじゃったんで、手ブレ補正がねおふられてたんですよね、頼むから GoPro さんの、まあでも 4K60 で手ブレ補正がオンになる GoPro が出たとしても、ジンバル使ってる時はきっとオフにするだろうから、まあこのミスは防げなかったな、僕が気をつけない限りは。だからそれでもうね、なんか撮らないでいいんですかって言われて、あ、やばい、じゃあすぐ撮んなきゃと思って、みんなの気が変わらないうちにすぐ撮んなきゃと思って焦ってバタバタバタってやってて録画し始めちゃったんだけど、一回し始めちゃうとあれ切れないじゃないですか、だからもう最後まで行っちゃったんだけど、途中でハッと気づいて、あ、やべえ、これ手ブレ補正60フレームだからつい有効になってないじゃんって気づいた時にはもう時遅しで、結構もう終了の時間っていう感じだったんで、いやまあでもこういうのは一回失敗すると次が同じ失敗はしづらくなるから、まあもう成功に対しての糧だと思うしかないかなと思ってはいますけど、ポジティブにはね。あれ青だ、うん、そんな
感じで昨日のインタビューはしましたよ。まあでも話自体はこう非常に肩の力抜けた雑談って感じですけど、内容自体はハマる人にはハマるんじゃないかなと思うので、ちょ一瞬ねもう手ぶれがもう嫌でこれお蔵入りにしようかなって真剣に考えたんだけど、まあでもお蔵入りにするぐらいだったら恥を忍んで、まあ所詮僕のミスを晒すぐらいなんで出しちゃおうかなっつって、昨日はもう今朝はもうええやっつって公開してしまったという、そういう流れですね。いや悔しい。一応ね結構ね粘ったんですよ。ダヴィンチリゾルブの強力な手ブレ補正、後処理手ブレ補正をやればなんとかごまかせるかなと思ったんだけど、やっぱりね30分ぐらいのトークで、あとポストプロダクションの手ブレ処理やると大体程の、ソフトウェア大体ね手ブレ補正が早い、リアルタイムでできるやつなんてソフトはほとんど見たことなくて、でも簡易的なやつでそういうのあってもいいよね。なんかすげえ精度は低いけど、まあ、ちょっと直してくれるぐらいのやつでも十分なんだけど、まあ、ダヴィンチとかプレミアに乗ってるやつってもう効率よりも性能重視だからものすごい解析して、 できるだけできる限りの技術を持って、手ブレ補正を消そうという、まあ、方針だから時間が何せかかる。しかもマルチスレッドに最適化されてないの、あの手の処理ね。あれ誰かやったら世界変わると思うんだけど、なぜあれはなかなか力を、まあ、あれなのかな、アルゴリズム的にマルチスレッドマルチコア対応並列化しにくい実装なのかもしれないんだけど、あの手のロジックがね、ただ何せそれができないと、ということで、あれでやるとねもう一晩じゃ終わんないなっていう感じになって、うおー、この横すごいな、みんな運転が強引すぎるわ。それで諦めた。あともう一個は、まあ、仮に一晩かかったとしても、処理を放置しとけば、もし朝起きてできるんだったら、まあ、ちょっと公開が1日ぐらい遅れるけど、まあ、それでも手ブレ補正した方がいいなとも思ったんだけど、クリップが GoPro でこう長時間撮ってるとクリップがあれファイルサイズ制限なのか2ギガ制限かなんかで、5分割ぐらいされるんですけど、ダヴィンチリゾルブのその手ブレ補正が何バッチ処理してくんないですよ。1個のクリップに手ブレ補正かけて終わったら自分でもう一回次のクリップ選んで手ブレ補正かけてっていう風に、最初にクリップを複数選んで手ブレ補正ってやっても最初の1個にしかかかんないっていう、あれはねちょっとダメ仕様なんですけど、バッチで給できればベストなんだけど、それができないがせいでね、すごいこう手間がかかる。1回に何時間もかかって、でそれ気づいたらすかさず次のに切り替えて、でまた何時間後に次のに切り替えてって5回やんなきゃいけないと思ったら、これは徹夜で終わらないのではないかっていう、もしくは5日間かけてやんなければいけないんじゃないかみたいな、そういう感じに、うわなんかこの隣のトラックのガスが中毒で合いそう、やばい、なんか排気ガスがすげえ来る。ちょっと待って、これをなんとか避けないと、ふう、あ、なんとか避けたけど、やべやべ、ふう、体に入った、吸気を排気したい。フレッシュエアをくれ、
すげえ、なんかあの変な発電用のなんか発電機がトラックの前面に積んであって、そいつがすげえ排気ガスみたいなのを噴出してて、真横に立ったら気持ち悪くなった。そうということで、そのダヴィンチの手ブレ補正もあれはね、ちょっとした短いクリップに数十秒のクリップにですごい荒れちゃったところをちょっと補正するとかいうにはめちゃくちゃ効果的なんだけど、でも本来であれば今回みたいな動画長いけど、本来固定でしたかったのに手持ちしたからブルブルしちゃったみたいな状況に、あの手ブレ補正は最適なんだけど、まあプロがそんなミスを犯さない前提なのかな。なんかあれ使えるものになったら、GoPro Hero 5とかでも後処理でほぼ GoPro Hero 6倍の手ブレ補正がかけられるから神がかって便利になるんだけどな。ダヴィンチの人に頼むから時間かかってもいいから直してっていう風に、なんか改良してっていう風にフィードバックしようかな。スタジオユーザーで有料ユーザーは優勝の分サポートもついてるからね、それを生かしてフィードバックをきちんとすべきかなということでね、まあなんかいろいろ苦労したっていう言い訳なんですけど、例によってまあ結果的にはほぼ取っ手出しで、出したっていう結果だけ見ると何もお前の苦労は忍ばれてないよっていう状況なんですけど、まあ裏ではそんなことをしていましたよということを、サブチャンネルっぽく裏話的に発させていただきましたでございますということで、だいたい前半戦終了かな。いや今日はなんかちょっとゆっくり出社になってしまったけど、まあなんかハワイ時差ボケってあんのかな。なんか朝の起きが悪いね。なんか寝起きが、目覚まししてんのにアレクサちゃんに起こすのに気づかれずに、アレクサも懲りずに1時間ぐらい、あれなんかアマゾンエコーショーのアレクサは目覚ましセットすると画面があるんで、まあ、画面をインタラクションできるんですけど、エコーショーの画面タップすると一回こう目覚ましが止まって10分後にまた目覚ましをリマインドしてくれるんですけど、なんか1時間半ぐらいそれしてたっぽくて、なんか8時にセットしてたらなんか起きたら9時みたいなそういう状況になってましたね。なんか俺は1時間自分で意識ないけど1時間、10分ごとに画面をタップしてたんだと思ったらゾッとしましたね。目覚ましの意味があるのかっていうということで、また後半です。よしよしよし、今日もなんかよしよしよし言うの癖になってきた。無事、まだ気持ち明るいうちに帰れるかな。でも一応ライトを出しておこうかな、危ない気がする。あ、一応あった方が明るいっすね。足元だけね。でもこれ本当スタンドアップパドルボートと一緒で遠くを見なきゃいけないことを最近学んだから、あんまり手前ばっか足元ばっか見てると安定感が減るっていう問題があるんで気をつけなきゃいけないですけど、この前を見つつ足元のこのボコボコ、危ねえな本当ここら辺。うわひで、本当ひどいわこれやばいわ。このサンフランシスコの道が本当にひどいね。これはどうなっちゃってんのっていう。これいつか直す気あんのかな。もうどん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 ボコボコになってってるけど、どないなっとるんだこれは。
いやーなんかブラックマジックの今直前ね、あの会社出るほんと一瞬ブラックマジックのホームページだけちら開きして、今日ブラックマジックがね発表日だったんですよね。朝こっちの朝10時になんか新製品発表するぜっていう告知があったから、ティザーがあったから、まあちょっと一部ね、ざわついてたんですけど、なんかあのブロード、怖い、後ろですげえでかいやつがなんか圧力かけてきた。アーサーっていうの、なんかウルサって読むのかと思ってたらアーサーと呼ぶ、ブラックマジックのまあフラグシップっていうのかね、そんなに、プロダクトが多いわけじゃないからあれなんですけど、まあプロフェッショナル用のビデオカメラのなんか新バージョンで、ちょっとこうブロードシネマからブロードキャストって言い方をしてて、まあテレビ番組クオリティ、なんかシネマとテレビ番組でそんなにクオリティがどのくらい差があるのかとかよくわかんないけど、なんかそれ用のやつ、怖いなアーサーの、まあ、ブロードキャスト版みたいなやつが出ましたよと。で、あのポイントはね、結構お値段が、あのアーサーモデルは5000ドル、6000ドルぐらいするモデル、もともとだから70万円クラスの、まあ、ビデオカメラなんだけど、あの今日出たやつは DSLR 並み一眼レフ並みの値段で買えるよっていう、まあ、40万円しないぐらい、38万円とかそんなぐらいの価格帯だっていうのが、まあ一応売りみたいですね。でそのぐらいの価格帯で、買える、ブロードキャスト用のプロフェッショナルカメラっていうことで発表されてました。まあ確かに GH5S と比べても、まあもう一声で買えるぐらいっていう意味では、お手頃ではないけどね、もうだんだん感覚おかしいことになってるけど、まああのプロフェッショナル用のカメラとしたら格安なんだろうけど、まあでもちょっとね、あの僕が期待するプロダクトでは、何これ、行く程なのみんなレベルではなくて、ちょっとやっぱりあのカテゴリー違うかなっていう。僕はあのポケットシネマカメラみたいなやつ のブラックマジックが持ってる、あのコンデジタイプであるんですよ、ビデオカメラが。あれが 4K 対応してくれたらすげえ欲しいんだけど、なかなかね、あれはフル HD からアップデートしなくて、一回なんか 4K のモデル一瞬出たのに、なんか結構早々にディスコンになってるんですよね、なぜだか。だからこれはなんかみんなの信号無視が正しかったのかな。そうなので、それをね待つ、出んのかな、ポケットシネマカメラ的なやつね。まあ、それが出たら本当、まあとりあえず買ってみたいんだけど、なかなか来ないですね。そのブロードキャストのアーサーはちょっとあのみんなに期待されても、ここは GH5S 行かずに俺はブラックマジック行くぜっていう、なんかちょっとかっこいいところ、かっこいいのかな、わかんないけどっていう、俺は一味違うぜ感を出したい気は満々なんだけど、ちょっとさすがにないかな。もうちょっとなんか自撮りスタイルが確立されたりとかしたらありなのかもしれないけど、まあ、でも意外と使えんのかな。実はいいのかな。ちょっと分かんなくなってきたな。なんか
もうカメラのごつさ見てるだけでないないと思っちゃうんだけど、家でそのスタジオ撮り的にする分には実はありちょっとやばいな。 GH5S 買うよりはいいよねいないよね、なかなか YouTuber で、日本の YouTuber で、まあレッドはいけないにしても、ちょっとブラックマジックにしましたみたいな、ちょっと頭おかしい感が出てるのはすごいですよね。ちょっと面白いかもしれないやばいわ、もうなんかだんだん完全にネジが外れちゃってて、俺は何に向かってるんだっていう感じになりそうだけど、まあそんな新製品が出てたみたいです。もうちょっと詳しく見てみたいけど、でもむしろダヴィンチリゾルブがまたバージョンアップして 14.3 まで上がったから、なんかあの順調にダヴィンチリゾルブのバージョン 14台が上がってて、あれもいいですね。着々とどんどん良くなってって、開発のペースが素晴らしいです。これで今ね、もうほんとあんま不満はないんだけど、何せあのちょいちょいあのカラーグレモードを切り替えた時の、あのモード切り替え時になんか、ああまた落ちるみたいな、もう分かるんですよね、この操作で。なんかあのブラックマジックって他のビデオソフトもそうだけど、だいたい編集モード、カラグレモード、音編集モードみたいな、こうモードがいくつか用意されてて、でこう編集の段階によっていろいろモードを切り替えていくんだけど、あれってなんか内部的にはもうアプリ切り替えてるみたいな感じで、なんか1個に統合されてるけど、いろんなと別々の機能をこう切り替えてるんだけど、なんかね、編集終わってカラグレモードに切り替えようと思うと、あ落ちたなみたいななんか定期的にその作業の切り目切り目でね、落ちる時があるんですよね、よく分からずに。で次もう一回同じことやると全然問題ないから、まあなんかメモリーリークしてる的な感じなんだと思うんだけど、あれがねちょっとね、まあないに越したことはない。あれただ他の従来のクラッシュと違って、なんかダヴィンチリゾルブの場合はそのライブアップデート、ライブセーブ、ライブ保存みたいな機能があって、何せなんか処理、なんか一個一個の処理を全部トランザクション単位で保存してくれてるんで、まあ落ちても必ず落ちる直前の状況がに戻る、大体戻れる。もう必ずっていうと言い方あれかもしれないですけど、もう僕の落ちた環境ではもう本当にほぼ確実に落ちる直前の状況にただ戻るだけで、まあアプリがクラッシュして再起動するための時間が失われたっていうことで、それは貴重なんで、それ本当やめてほしいけど、でもまあアプリのクラッシュの中でのまあ知名度としては一番こう低い感じでリカバーできるんですけど、まあそれでもそれがね、まあ一応バージョンアップはすることにちょっとずつ落ちる頻度が下がってきてるような気がするんだけど、まだねなかなかそこが安定しないんで、そこだけかな、そこだけもう良くなってくれれば、あとは手ブレ補正早くなってくれとか細かい機能の要求はあるけど、まあ完全にそれ機能要求だからね、なかなかそんなに単純にはいかないかもしれないですけど、あとは昨日のあのあれかな、そのブラックマジか、ダヴィンチリゾルブで書き出した時になぜか音が、バスケさんと松村さんのインタビュー時の時だけ音が L チャンネルにしか流れなかった問題は、あれ再現すると相当うざいんで、あれ勘弁してほしいな。あれはダメなバグ？俺の操作ミス？おお怖え。危ねえ。もうあのガタガタ本当やめてほしいんですけど。あれでバランス崩すわ。ボーって。このバタバタを、黄色いこのボツボツのところを踏まずに行きたい。なんとか完全に日が落ちる前に戻れてよかったな。
今日はちょっといろいろまた細いお届け物が届いてる気がするから、なんか超細かい散財ではなく、なんだろう生活用品レビュー動画 XT2 で撮れるといいな。ちょっと XT2 の、自撮り画像の画像を極めたい気分になってきてる最近。いまいちね、自撮りっていうかその家撮りがね、なんかセッティングが悪い気がして、カメラの性能も環境の性能も引き出しきれてない気がするんで、もうちょっとねライティングが近いのかな、もうちょっといろいろ試行錯誤してみたいなと思っている状況でございます。ということで、じゃあまた、明日お会いしましょう、鳥散歩的には。ではでは。